今年の雨季の時期に何十本もね、日本酒のなんか蓬莱酒の方はやっぱり甘くて美味しいんで増やそうかなと思って何十本もやったんですが、挿し木をやったんですが、結局生き延びたのはこの2本だけ、こういう感じで、こういう感じでこう挿し木ができています。だからもうただ単に挿し木をねしてもなかなかつかんですね。僕の場合10本に1本しか、よもっと30本で2本ぐらいやけんね。いや定着しとってやつもあったんやけれど、やっぱり途中で枯れてしまう、菌に侵されてね、根の菌に侵されて枯れてしまったり葉が落ちたりしたことがあります。だからやっぱり根を出さしてね、水苔の上をテープで巻いて半年ぐらいほっとったら根が出ますから、半年から1年ぐらいでね、根が出てからその下を切って何て言ったらいいかな、移植すると成功する確率が高くなってきます。